雷酸イオンの構造雷酸塩は雷酸の強薬塩基である雷酸イオン o オ n c マイナスを含む化合物である雷酸イオンは電化や反応性がハロゲンに類似するギハロゲン化物イオンで摩擦に敏感な爆発物である最もよく知られている雷酸塩は雷管の主要な起爆薬として使われる雷酸水銀である雷酸オは 銀や水銀のような金属を硝酸に溶かし、エタノールと反応させることで合成される。この不安定性は主として弱い窒素酸素炭結合に起因している。窒素は別の窒素と安定な三重結合を容易に形成し、機体の二窒素を生じる。雷三重は1800年にエドワード・ハワードによって発見された。重機における 雷酸火薬の使用は1807年に特許を付与されたスコットランドの大臣 a j ォーサイスによって初めて実践された。ジョシュア・ショーは重要雷管を作るために金属カプセルでの雷酸ジオの使用に転換したが、ショーは1822年までこの発明の特許を取得しなかった。1820年代に有機科学者のユスティス・ホンリー・ビヒは 雷酸銀栄 G ーくのを発見し、フリードリヒベイラーはシアン酸銀ージ GOCN ーを発見した。これらの物質が同じ化学組成を持つという事実は激しい論争を引き起こし、イエンス・ベルセリウスによる異性体の概念の草案により、初めて解決した。